おはようございます。ジャスト株式会社代表関間関です。今回は経営についてね、その中の人材育成の話をしますね。はい。人材育成、人材育成、人をこう育てていくにはどういう要素が必要か。要素ですか。大きく分けて2つ。はい。一つは父性的、まあ、父親的なものと母性的なものがあるよね。はい、それ、まあそれをまあ大体、父性的なものは指示したりも強制したり、はい、うん、そういう要素。母性的なものは、支援だね。ああ、はい。で、まあ、こっちがこの軸が多いとするよね。そしてこれをまたマトリックスというかに分ける。はい。大体スタートするにはどういう、新人が入ってきた場合どっからスタートかするかな。右上ですか。指示も多くて支援もしてあげないといけなさそうな気がするので。ただ結構やる気があるから、はい、もうモチベーションのとこはまあ最初言わなくてもいいかもしれない、はい、で、だん、詰め、やっぱこっから始め、指示が多くて支援が少ないところ、少ないところから、はい、で、どんどん指示してってやると、はい、で、そうすると今度こう現実、はい、どうもやる気があって、まあ、どんどん やれっていう、まあ強制されて やらされるよ、ね、そうするとどうも現実が見えてくる、はい、でモチベーションも結構下がる、はい、そうした時支援必要だよね、はい、励ましが必要になって、はい、まあ、気遣ってやったりさ、どうしたの、はい、で問題解決一周したり、はい、で次にだな、今度何が起こるか、今度、まあ、ここが一番の山場だろうな、はい、うん、乗り切り、定着するから、はい、まあ、こう支援も多い、指示も多いと、はい、でこっち来ると今度は支援が多くて指示が少なくなる、はい、これはどういう時だろう。ある程度仕事を覚えてきて、うん、独り立ちし始める、うん、まあそうだね。でも このだんだんこの仕事、ここでこう理想に燃えてやってきて仕事を覚えてきまして、はい、どうもちょっと現実との理想のギャップがあって、うん、って言ったらおそらくこう現実とこの、理想をこう統合するところ時だろうね、はい、うん、そうするとまあ支援の方が、まあ、大体仕事を大体分かってきて、はい、でもっと深い意義を探るような、うん、で今度応用してまあ大体任される立場、はい、大体これ、まあ、業種にもよるんだけど、はい、どれぐらいかかるこのサイクルで、ね、半年から1年ぐらいですか、もっと。いやー、おそらく専門性が高ければ高いほど、はい、うん、専門性うんと高いと 5年ぐらいとかで、はい、で、はい、まあ、それでも3年とかかかるかもしれない。で、急ぎすぎると やっぱダメだね、はい、あ、まあ、失敗例は、ね、僕が一番最初に入ったやっぱ新聞社、はい、地方紙なんだけど、はい、いきなりここやらせる、何も分かんないのに写真撮って取材してこい、はい、いきなりで、はい、まあ、1回か2回ぐらいこう同行取材して終わる、はい、でその会社からはその会社の理念なんて聞いたことない、はい、うん、うん、なんでこの会社が存在するかとか聞いたことない、社長なんか会ったこともない、はい、あ、うん、いう話 でいきなりやったらいきなり失敗するよね、はい、失敗すれば怒鳴って終わりだよ、はい、でやめてくって感じだね、はい、で、うん、こう支援がないから結局、はい、その時にどうしてこうなんだろうとか、ね、支援の体制があればいいんだけど、はい、ないんだよね、モチベーション上げるような、だから、まあ、結局あれだね、やっぱそこ出入り激しかったよね、うん、はい、いう感じだよね、うん、まあ、ちょっと他になんか経験あるこういう経験ですか、うん、指示は多いんですけど、うん、あ、だから支援が少ない、最初から最初のところ右下から始まるんですけど、う
もうシーンがないまま無理やりその左下に、あ、これか、はい、寄せられたことはあります。この場合は例えばヘッドハンティングだよね。あ、もうさ10年とか15年とか20年経験してきた人、ヘッドハンティングしたら、はい、ある程度、はい、あの、いや会社のどういうものなのか内容を教えたらこっち行けるよね、はい、それはそういう立場の人じゃなきゃ無理だ。新人はこういう形で育てないからなかなか難しいよね、うん、はい、うん、はい、そうですね、うん、いや僕が見て失敗してるなってケースは、まあ、圧倒的にここだね。ここにいきなり投げ込んで、やれっつって投げ込んで、はい、うん、でだ、まあ、僕も実はそこの遺伝子を受け継いでるので、はい、現場が何でも教えてくれるという哲学を持ってちゃった、前持ってていろいろやってしまいました、ね、はい、でも大企業ってこういう形でやること多いよね。お、そうですね、うんうん、でもね、こっから進まない、あ、うん、違うな、指示ばっかで全然育たないってとこもあるね。はい、あります、うん、うちなんかここかもしれないな、もしかしたら。ちょっと支援の方が多くて、あ、うん、こうぬるま湯になっちゃうね、ここのレベルで。まあでもね、まあ、リクルートなんかもあれだよね、リクルートはここだな、ここにいきなり投げ込むね。まあいろいろそういうことで、まあちょっと大体この流れ分かってくれ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。